はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。突然ですが皆さんは大逆転クイズというカードご存知でしょうか。このロマンカードね、今日はねこの大逆転クイズというねカードを使った、まあ、いわゆる竜医装と、言われているデッキを使っていきたいなというふうに思っております。竜医装ってあのマージャンの役でね、緑色のカードを、緑色のカードじゃないや、緑色の牌をめっちゃ集めるとなんかめっちゃ高いっていう役があるんですよ、役満なんですけど、その竜医装っていうその緑一色っていう、これデッキ緑一色じゃないですか、見た目緑一色なんですよこれ、このデッキね。なんでこういうデッキです。はい、これねどうやって勝っていくかっていうと、大逆転クイズっていうカードを使って勝っていくんですけど、あの先行暗記ですね、通称。はい、これね、まあ、ちょっと効果読みますね。自分の手札とフィールド上のカードを全て墓地送ると、全部ねアドバンテージをね全て捨てます。はい、で自分のデッキの一番上のカードの種類を当てると、で当たった場合相手と自分のライフポイント入れ替えるっていうカードなんですよね。でこれ、まあ、OCC でもねこの竜医装っていうデッキ有名なんで、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのね墓地へ送った時にバーンダメージが入るカードを送れると、一応バーンダメージが入るんで、相手のライフを、まあ、少ない状態に持っていければ勝てるわけですよ。例えば、まあ、今回デッキの中に入ってる、カードとしてこの、風魔手裏剣っていうなんかようわからんカードが入ってるんですけども、これフィールド上から墓地を送られた場合に相手ライフに700ポイントのダメージを与えるよっていうね、このバーンダメージが あるカードなんですけども、これが大逆転クイズとすごい相性が良くて、これセットしといてね、大逆転クイズ打つと大逆転クイズの効果で墓地を送られたんで700ポイントダメージを相手に与えることができるんですよ。でこの大逆転クイズの効果がそもそも自分のライフポイントと相手のライフポイントを入れ替えるっていう効果になってますんで、自分のライフポイントを要するにめちゃくちゃ削ればいいですよ。もうとにかく自分のライフポイント500以下にして、で風魔手裏剣っていうカードで、相手のライフと自分のライフ入れ替えて相手のライフを500にして、で風魔手裏剣でバーンすると勝てるっていうね、こういうギミックです。はい、でまあ、そのギミックを成立させるためにっていうのと、あと大逆転クイズ そのデッキトップを当てるためにっていうので魔法カードをかなり多めに入れてまして、であとライフ削るギミックとデッキを掘るギミックですね、基本的に。例えば、ヌメロンネットワークからの希望の記憶とか、まあ、手札断殺であるとか、あとチキンレースであるとか、こういうカードを、まあ、バンバン使って、チキンレースっていうのは1000ライフポイント払うと1枚ドローできるっていう、まあ、カードなんで、これすごく相性がいいんですけど、ライフ払えるんでね。めちゃくちゃ強いのはこのね、ボールのソレインっていうカードがあって、これこのカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、まず1個カード名宣言するんですよ。で宣言したカードが発動するたびに、発動したプレイヤーのライフを半分にするっていうカードなんですけども、これ例えばボールの、ストレインで、まあ、チキンレースとか言っとくじゃないですか。そしてでチキンレースを連発するとどんどんライフポイント減るんですよ。こういうギミックをバンバン使ってライフポイントもね、うまいこと削ります、自分のライフポイントで。ライフポイントを500くらいにして、であとは大逆転クイズをかましていくと。では問題ですっつって、風魔手裏剣と一緒に手札とフィールドのカードを全部ポチョくって、で相手のと自分のライフを入れ替えて、で風魔手裏剣の番で勝つっていうね。まあ、動かし方はね、細かい動かし方は対戦とか見ていただければ分かると思うんで、早速ねこのルイーソーというクソデッキを使って相手に先行ワンキルをお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。いやー、このデッキのおかげでめちゃくちゃランク下がってきたわ。プラチナランクだったんだけどね、余裕でゴールド今3よ、今ゴールド3 クソデッキ使いすぎて毎回なんかランクめっちゃ下がるんだけど、ちょポップアップ使うもん。はい、ちょっと待って、勘弁してくれよ。もう出すしないやこれ。疑似もいらねえかこれで、こうしてオーケー、あ、オーケーオッケーオッケー。まずは先に圧縮した方がいいのかこれ。エンゲージ発動して、でウィドウアンカー持ってきてカードを1枚ドローするっていう最強効果。オッケー、あー風魔手裏剣ね。あとはだからライフを減らせばいいわけですね。私はライフを減らせればいける。ドンサウザンとの契約を発動。
なるほど、ダイレクト1枚投げ買う気かな。1枚投げ、先こっちだったか、先テラフォーミングだったな。テラフォーミング発動、テラフォーミングの効果により俺はヌメロンネットワークを手札に加えるしかねえ。さあヌメヌメしていくぜ。そしてヌメロンネットワークを発動、ヌメロンネットワークを発動し、ヌメロンネットワークの効果を発動の前に、こっちあった、引いてた、もう引いてんの弱で、ダイレクトでヌメロンモンスターたちを4体出していくぜ。ドゥベイシャトゥバーリ、そして4体のモンスターでリンク召喚、現れろサルージャースカルデット。スカルデットは4体を素材としてリンク召喚に成功した場合、カードを4枚ドローし3枚、デッキのモンスっていう、なんか天使の施しみたいな効果を使うことができる。何、あ、暴滅来たぞ、暴滅来たぞ、暴滅はでけえ、暴滅、え、これいったんじゃねえか、暴滅は。これいらないだろう。で、ウィドウアンカーもいらねえけど、まあ、断殺もいらねえか、断殺いらない、ウィドウアンカーと断殺いらないな、ウィドウアンカーと断殺はいらん。ほんでだな、だな、ちょっと待って、これで合ってる、これで暴滅で資金レースしたら、で、いいんだよね。これで暴竜の、暴滅じゃねえや、暴竜だったわ、暴竜のストレインを発動、ここにチキンレースって打ちます。チキンで、よし。カード名指定の、なんか、カード名指定するの、ちょっとあれだよね。いや、かわいいよね。なんかこの、あれで打つのっていう、キーボードで打つっていうね。そういうスタイル。そして、チキンレースの効果を発動。チキンレースの効果により、カードを1枚ドローしていく。さあ、これによって、チキンレース、まあいいだろう。そして、ストレインで250の大ダメージだぜ。よし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 、そしてカードを1枚セット。では、問題です。私のデッキトップは何でしょう。いや、わかんねえな、なんだろうな、わかんねえけど、魔法カードなんじゃない、魔法カード、正解、うおー、大逆転クイズ成功、おりゃー神デッキや、神デッキや、このデッキ。いやー、これ成功率どんぐらいだろうね。なんか体感 10% くらい、体感、なんか相手の妨害加味して 10% くらいと思うわ、うん、相手なんもなければとりあえずヌメロンネットワークから行って、でヌメロンネットワーク、これちょっと反応強いですからね、これね。でヌメロンネットワークでヌメロンダイレクトぶち込んで、でヌメロンゲートオブヌメロンエーカムトゥリーニドゥベイチャットバーリオ特殊召喚していく。現れよ、最初のナンバーズたち。そしてテラフォーミングの効果を発動、テラフォーミングの効果によりチキンレースを手札に加えさせてもらう。さらに一発強欲で貪欲な壺を発動。なるほど、風魔2枚いった、風魔2枚いった、あと1枚ね、風魔あと1枚ある、風魔あと1枚ある、でもあと1枚きついな。風魔あと1枚か、なるほど。とりあえずナリキンゴブリンを発動、セニライフ払ってワンドロー、あ、じゃあセニライフ上げてワンドロー、ほんでだな、エンゲージ打てねえんだよな、どうしよっかな。まあでもとりあえずチキンレースでなんかちょっとエンゲージ最後に取っとくしかないか。で、チキンレースの効果でカードを1枚ドロー、あとはライフを減らすだけですね。で、無の連続も発動。これ、確率的にどうなんだろうな。エンゲージを使うために、あれなんかポップアップ来た。ポップアップはでかいぞ。ポップアップはでかい。これエンゲージ知ってるやつあるの？ポップアップ使おう。で、ここと、まあ、これも捨てちゃっていいや。で、これで3枚ドローして、で、疑似空間、なるほど。疑似空間、なるほど、疑似空間発動、これで、いや先にあれか、暴竜のストレインを引きに行った方がいいのか。3000だしな、もう3000なんだよな、あとだからもうなんかライフ減らせば勝てんだよな。これちょっと待って、ライフ減らしに行こう、ちょっと一回先に引きに行こう。これ暴竜のストレイン来たらいける。これは暴竜のストレインが来たらいける。はい、おい、スカルデッドリンク召喚効果発動、スカルデッド効果4枚だろう、あ、ストレイン来た、オッケーオッケー、ストレイン来た、ストレイン来た、オッケー、
ストレイン来たら OK。 だな、これ順番間違いんな。まず暴龍のストレインを発動しといて、でここでチキンレースって言ってもいいんだな。はい、でだな、こいつの効果を発動してチキンレースにすればいいんだな。はい、でチキンレース効果発動だな。これで、はい、仙台払って、はい、で仙台払える、はい、でチキンレースもう一回発動して、はい、でこれで500になる。よし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 、カード1枚セット、いくぞ、大逆転クイズ発動。では問題です。私のデッキトップは何でしょう。いや、わかんねえな。いい、魔法カードじゃないですかね。俺魔法カードやと思うわ。魔法カード、正解、大正解。うわー、大逆転クイズ大成功。はぜまった、お前誰や。このカードを手を出してで発動できる。このターン自分が受ける効果ダメージはゼロになる。お前誰やねん、お前誰やねん、ガチでお前誰やねん。え、どういうデッキ、わからんわからんわからん。え、何これ、え、バレスアッシュ、ジャシン、ゲー、ちょっと待って、誰、どういうデッキこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、もう俺手札1枚から何もできないんですよね。手札1枚からは僕このデッキ何もできないんですよね。刃物バリア、ウェーフォースかもしんないぞ。このカードは刃物バリアかもしんないぞ。刃物、うわー、どうもすいませんでした。